みなさんこんにちは。健康づくり家の水谷です。阿坊です。この番組ハルルクッキングでは、簡単に作れてヘルシーでとっても美味しいお料理をパパッと5分で紹介します。今月紹介するお料理はこちら、糸こんにゃくのキャプチェです。11月は糖尿病予防月間です。糖尿病などの疾患は日頃の生活習慣が大きく影響すると言われています。その中でも食生活はとても重要です。そこで今回は糸こんにゃくのチャプチェをご紹介します。では材料をご紹介します。材料2人分です。牛こま切れ肉 100g、 糸こんにゃく 200g、 玉ねぎ1/2個、人参1/4本、生しいたけ3枚、ごま油1/2/2、おろしにんにく1/2/2、おろし生姜1/2/2。 A の調味料は砂糖1/1と1/2、醤油1/1と1/2、酒1/1、白いりごま少々です。それでは早速作っていきましょう。阿坊さんお願いします。はい。糸こんにゃくは下茹でし、食べやすい長さに切ります。玉ねぎは1センチ幅に切ります。人参は太めの千切りにします。椎茸は薄切りにします。 A の調味料を混ぜ合わせます。フライパンにごま油を熱し、にんにく、生姜を入れて弱火で炒めます。香りが出たら中火にし、牛肉を炒めます。牛肉の色が変わってきたら、合わせた A の調味料を加え、牛肉に味をなじませるように炒めます。汁気が半分ほどになったら、糸こんにゃく、玉ねぎ、人参、椎茸を加え、野菜がしんなりするまで炒めます。ここでワンポイント、牛肉に調味料をよく絡めてから、糸こんにゃくなどの他の具材を加えると味にメリハリがついて美味しく仕上がりますよ。器に盛り付け、最後に白ごまを振ります。はい、完成しました。調理時間はだいたい20分くらいです。糖尿病などの生活習慣病を予防する食生活として、1日3食規則正しく食べること、食べ過ぎないように腹8分目を意識すること、野菜をしっかりとること、塩分の摂りすぎに注意することなどが大切です。ということで、今月のハルルクッキングでは糸こんにゃくのチャプチェを作りました。来月もお楽しみに。毎時25分からはハルルクッキング、簡単に作れてヘルシーでとっても美味しいお料理をパパッと5分でご紹介、健康のためのワンポイントアドバイスもチェック、毎月更新、ぜひ見てくださいね。